近藤レーシングの山下健太です。まあ、今年は本当に過去で一番ぐらい、非常に厳しいシーズン、となってしまったんですが、まあ、今最終戦終わったばかりなんですけど、まあ、最後のレースは一応今年の最上位の6位で終わったんで、少しいい方向も見えてきたので、ちょっとまた来年、参戦できたら、ちゃんとチャンピオンを目指せるような、準備をしていきたいと思います。1年間応援ありがとうございました。